さあ今ですね、バンコクスワンナープ空港にタイに着きました。とりあえず、着いて両替をしてSIMカードを入れてタイのそこまでは終わって、ちょっと友達が待つナナという駅のホテルに行きたいなと思ってるんですけど、よくわかんない。はい、とりあえずバンコク着きました。さあナナという駅に着きまして、ちょっとこれエレベーターを乗って、なんかもう友達が同じホテルなのでロビーのところで待ってくれてるということなのですが、もうお先に飲んでるみたいですけどもいいですね、暑いですねバンコク。まあ、ちょっとさっきまで言ったカンボジアより 2,3 度低いっていうことみたいですけれども、ちょっと行きましょう。なんかこっちって言ってたんだけどね、たどり着けるかな。もうね、だいたいここら辺だと思うんだけど、これかな、これ、あ、いるかもしれない、あかんって書いてるけど行っちゃっていいの、いた、いました、いました、お友達がサワディーカーブいました、いました、この人がいました。なんかね、この人優しいんですよ、日本からね、私が東南アジア回ってるって言ったらね、ねえ、そうよ、サワディーカーブ、ほら、サワディーカーブって笑われてるじゃん、こんないっぱい買ってきてくれ、嬉しい、いっぱい買ってきてくれた、カップラーメンも買ってきたよ、もうだんだんね、恋しくなっちゃって、だってさ、だってこれ昨日日本のスーパーみたいなんであったの、うん、シルマップで売ってた、これで 2.8 ドルぐらいだもん。でもまあ400円ぐらい、うん、500円いかんぐらい、480分からんけど、うん、結構高いね普通に高いでしょ。ほんまに私ガチで7年前タイに来た時以来トムヤムクン食べる、美味しい、ありがとう、はい、楽しみます。さあ、続きましてはタイのゲイクラブ、有名な DJ ステーションに行きたいなと思っております。ちょっとタイのゲイクラブパッポン通りの様子なんかご覧いただいたと思いますけれども、見て楽しかったです。今からちょっとホテルの方に戻りたいと思います。このタイのバンコクの電車で戻って、今日はもうホテルでゆっくりしまして、明日またちょっと朝から観光できたらいいなと思っております。今日もありがとうございます。さあ、バンコク2日目の朝でございます。私はですね、友達まだ寝てるということで朝早く、一人起きましてウォーキングをしておりまして、ちょっと楽しみ、違う国の朝マック食べてみたいと思います。さあ来ました、何だと思いますか。普通にエッグマフィンセットです無難に収まっちゃいました、ごめんなさい。タイの価格で169バーツなので670円ぐらい、結構するよね朝マック。バンコク朝の街ブラ散歩、やっぱこの寒気、朝は涼しいですね、風が吹いて本当に気持ちがいい。マックカフェのこのね、ちょっとスムージーテイスト、これ何倍やと思います。これもやっぱ物価が上がってきてると思うんだ、これで640円ぐらい、結構するよね。さあ、そして今日はですね、朝から友達、大阪から来ている友達だといろいろ寺院巡りをして、またマッサージなんかもしたいと思いますので、引き続きご覧ください。さあ、今から寺院をね巡る旅というんですけど、グラブが朝から全然使わなくて、あのグリーンのお寺を見たいのに、あなた先にこのグリーンを見るっていうね、ちょっと何でしょうか、色鮮やかな、何ですか、これでエメラルドグリーンの寺院に行くんでしょう、すごい嫌がらせみたいな、もう私のを見てみたいな大阪の同級生でございまして、
もう見て、これ何なの、赤と黄色のすごい。でもさ、いや私も普通よ、白にした。マルジェラの、いや、まあ、だけどこれちょっとこういうのもね、ちょっとこう、そう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 、これカンボジアで買ってきたんですよ。700円、安いでしょ。安いねえ、カンボジア700円で、これもう大阪のお店で値段自慢で、ちょっと行けますよね、どうにか。はい、行けます、行きたいと思いますんで、綺麗な寺院見てください。じゃじゃん、大きな大仏さん、ワットパクナムパーシチアロン、キンキンでございます。大きいね、ほんで優しい顔してるね、すごい微笑んでおります。さあ続きましてやってきたのは、もうこちらもバンコクの名所の一つの寺院、じゃじゃん、ワットアルンさんです。すごいね、なんか遠目で見てたら灰色のあれかなと思ったら、すごいね、いろんな色彩がいっぱい彫刻埋め込まれてて綺麗ですね。見てみましょう。はい、100バーツ400円でございました。すごいすごい、綺麗綺麗、すごい綺麗、いいお天気だし最高でございます。さあそしてこれからですね、チャオプレーワーを、渡りたいと思います。だが船に乗って、今ちょうど来てるみたいか、ゴーゴー行けと乗ります。あ、チャオプレー川ね。あー久々、チャオプレー川、足元気をつけてと、船です。いや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 、明日ちょっとお友達でございます。あ、座り、さあ続きました。これはワットポー、ワットポーです。さっきはワットあるね、これワットポーちゃん。行きました、行きましょう。あーほんまや、いるやん、見えてるやん、見えてる、ほら中にニャンゾウちゃんが、ケンピカの。さあ続いてやってまいりましたの、ね、こちらワットポーさんの涅槃像でございます。すごく綺麗、あーこうやって寝ております。すごいな、大きいな。これなんてやつ、トムタムです。全然さ、辛なさそうに見えるやん。で、私がみんな辛いの好きやね。あ、ないね、これ。これ何が辛いの？パパイヤと人参とカニが入ってってトマト。何が辛いの、これ。チリが辛い。いきます。ちょっと段差、この低い段差気をつけて、そのおばちゃんチーム、段差気をつけてくださいよ、段差気をつけて、これ歩いていけるの。さあこれからこちらのトゥクトゥクに乗り込む、乗れんのこれ、嘘でしょ、嘘、あ、いける？くっそー、マジで？ちょっと大丈夫ですか？ついに最後の夜になりました。ありがとうございます。インカメラで持っていただいておりますけども、はい。どんどん、ありがとうございます。美味しそう。
美味しい。トンカツみたいな。私こういう普通のあんまり太陽関係ない。エビのいい味。そうそう。俺このままいつも取るんだけど。はい。韓国もすごい楽しい日でした。いろいろ飲んでね。いやありがとうございます。ミネちゃんも。ありがとうございます。ありがとうございます。友達もね、なおちゃんも。遠藤先生取れますか。遠藤先生取れますか。先生のいろんな方がね、わかりませんけど。どうということで、皆さんありがとうございました。大変楽しかったです。乾杯。バイバイ。今回の旅はですね、まずはベトナムホーチミンに行きまして、その後カンボジアのプノンペン、そしてシュリムアップ、タイバンコクといった4都市を、3カ国4都市を回させていただきましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。いろいろ一人での初体験もいっぱいありました。カンボジアも初めてでしたし、気球に乗ったりとか、ずっと見たかったアンコールワット世界遺産に行けたりとか、いろんな思い出が今回もできました。またいろんなところに旅をしていきたいなと思っております。今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いいたします。またね、バイバーイ。それそれ。